ミュージカルとしては最高だけど、見た目が、どうも、沖田祐樹です。さあ、今日はですね、いろんな意味で話題沸騰の映画キャッツを見てきたんですけど、そちらのレビューをしていこうかと思います。革新的なネタバレには触れないようにはするんですけど、どうしても細かいところのネタバレとかはしてしまうかもしれないので、そのところも気になってしまうよっていう方はご注意してください。まず今作の映画キャッツのあらすじはですね、街の片隅に捨てられた真っ白なメス猫ビクトリア、彼女が迷い込んだのはジュリクルキャッツと呼ばれる個性的な猫たちの縄張りだったんですよね。そして今宵、ジュリクルキャッツの中でも選ばれしたった一匹の猫が決まるという舞踏会が開催されるという夜で、それに選ばれた一匹はですね、天井というところへ召されて新たな命を授けられるという、まあ、伝説があると。でそのためにこのジュリクルキャッツたちは自分の人生を歌にして、それを賛美歌として自らが歌い上げるという表現方法を用い、ジュリクルキャッツの中での選ばれし一匹を決めると、猫たちによる一生に一度の特別な夜が始まるという物語なんですけれども、海外の方ではいち早く公開されていまして、そちらのまあ評価っていうのが日本にも届いているんですけど、こちらの海外評がね、まあ、あまりにもひどいんですよ。いくつかね、紹介させていただこうかなと思うんですけど、バカと天才は紙一重だというが、キャッツはその紙の上に毛玉を吐き捨て、それをケツでなすりつけてくるような映画だ。キャッツはゴミ映画である。犬の誕生以来猫にとっては最悪の出来事だ。キャッツを0点から5点で評価すると、玉ねぎだ。もう大喜利だよね、これ。これいかにキャッツを面白おかしく批判できるかっていう大喜利が始まってるんですけど、こんなレビューを聞いてるもんですから、まあ、ハードルはマントルなわけですよね。でもう大丈夫かなと。そもそもキャッツっていう作品はですね、ブロードウェイが発祥のミュージカルでして、日本では劇団四季によって広く知られている作品なんですけど、めちゃくちゃすごい作品なんですよ。でいかにすごいかというとですね、当時日本ではありえなかった専用劇場キャッツシアターっていうのを新宿に設けたほど、まあ、こう偉大な作品でしてね、今なお語り継がれているミュージカルの名作なんですよ。で僕も昔ね、このキャッツを劇団四季で見に行ったことがあるんですけど、当時まだちっちゃかったんでね、この設定っていうのがいまいち理解できなくて、なんのこっちゃだったんですけど、ただ猫に関してのね、表情であったりとか仕草っていうのを徹底的に研究されて演じられているので、その表現方法と、あと演出と舞台装置とかね、全てがもう世界観がもうすごくて、そんなキャッツをね、この時代ね、映像化すると。で監督がですね、レ・ミゼラブルで多くのミュージカルファンをうならせた巨匠トム・フーパー監督が手掛けるということもあって、テイラー・スウィフトも出演するといったね、キャスト陣の豪華さも相まってですね、発表された当時は話題になっていたんですけれども、蓋を開けてみたら、まあ先ほどの酷評の嵐だったわけですよ。ちょっと怖いなと思いつつも見に行ったんですけれども、いつになってもね、猫が出てこんのよ。あれいつになったら猫出てくるんかなって思いながら、まあ、20分ぐらい経過したぐらいかな、ようやくね、目の前で狂乱しているユーマが今作の主人公であるということに気づいて、あ、これが猫なんだ、パニックよね。ちょっと本当動悸が止まらなくて、あ、これ猫なんだ、どうしようどうしようどうしようという、本当怖かったんですけど、まずね、この作品開始6秒でですね、人間が出てくるんですよ。このビクトリアという白猫をですね、まあ、捨てる人間が出てくるんですけど、人間出すのちょっとまずくないかなっていうふうに思ってて、演じている猫も人間なわけよ。ビジュアルはほぼ。人間が人間っぽい何かを捨てているという、このなんか違和感みたいなのがすっごいキモくて、猫の気持ち悪さだけならまだしも、他にもですね、ネズミであったりとか、ゴキブリであったりっていうのも出てくるんですよ。でそれらのビジュアルももちろんこの人間に限りなく近い異形なんですけど、いやもうね、キモさカンストしてて、俺たちのキャッツをどこに行ったと、
言わんばかりの人間でもなければ猫でもない鋼の錬金術師以来のトラウマキメラの誕生にですね、僕のような勘のいいガキは戦々恐々としていたんですけど、ただその化け物に目がいって内容は無視されがちなんですけれども、これは猫だこれは猫だと頭の中で4万回ほど念じることでようやくこのビジュアルにも慣れてしまってですね、ようやくミュージカルに集中してしまうと、ミュージカルとしては大傑作なんですよ。ここはさすがトム・フーバーというべきところなんですけど、まあ、主演を務めた女性はですね、世界的にも注目されているバレリーナの方で、やっぱこのバレエとね、このミュージカルの融合っていうのもすごく美しかったですし、他にもですね、いろんな分野、いろんなジャンルの音楽であったりとかダンスであったりとかがもうふんだんに盛り込まれていて、様々なジャンルのエンターテインメントっていうのを一堂に楽しむことができるので、本当にエンターテインメントとしては素晴らしかったですし、やっぱなんと言ってもですね、メモリーですよね。かつては大スターだった猫だったんですけど、今やジュリグリキャッツたちに嫌われてしまっている娼婦猫がですね、自分の人生を歌い上げるというこのメモリーという曲を聴いた瞬間はもうさすがに鳥肌もんで、ちょっと泣いちゃいましたもん。先ほどのトラウマなんか吹っ飛んでしまうぐらいに良かったんですよ。もういっそのことをこの CG を使うとかじゃなくて、もう特殊メイクとかにしちゃった方が全然楽しめると思うんですよね。だから本当に舞台版キャッツをそのまま映画化するっていうことでは変わり映えないのかもしれませんけど、そこはまあトム・フーパー監督なんで、世界観の作り込みとかね、ゴミ捨て場っていうね、限られた閉鎖された空間でここまで見せることができるのかっていう演出にも感動しましたし、特殊メイクにしちゃった方が僕はまだ良かったかなと思いましたね。僕は日本語吹き替え版で見たんですよ。日本語吹き替え版も本当に良くて、途中でね、ラムタムタガーっていうお調子者でロックな猫が登場するんですけど、このラムタムタガーの声をですね、オフィシャルヒゲダンディズムのボーカル藤原さんが担当、藤原さんよね、まあが担当しているっていうこともあって、歌も一級品でしたし、吹き替え版のキャスティングっていうのにも本当に文句なしだったんです。そもそもミュージカルのキャッツって、まあ、僕が見に行った時はなんですけど、僕は2階席から見たんですよ。なんでまあ結構遠目なんですよね。なんで遠目で見たら本当に演じている方からっていうのは猫にしか見えないし、映画ってまあスクリーンでデカデカと顔のアップとかがね出てくるわけじゃないですか。きついのよ。ミュージカルは100点。ビジュアルはマイナス5億点なんで、目をつむってみれば傑作だなと。このキャッツっていう作品って結構設定が難しくて難解なんですよ。天井に召されるっていう行為が何を示しているのか、新しい命を授けられるというのは何を比喩しているのかっていうのがすごく難しくて、いろんな解釈があるんですけど、基本的にセリフがあんまりなくて、次から次へと出てくる歌っていうので表現しているので、キャッツを知らない人からしたら本当に置いてかれちゃう可能性があるので、ある程度のあらすじっていうのを頭に入れてみることをお勧めしますね。ぜひ、皆さんもですね、冷やかし半分で行くもよし、ミュージカル好きの方が行くのもよし、もう本当にいろんな老若男女もう全ての方が楽しめると思いますし、また全ての方がトラウマになると思うので、ぜひ劇場でですね、このキャッツ皆さんにはどう映るのかというのも聞きたいので、皆さんもぜひ劇場へご覧ください。沖田祐樹でした。